はい、どうも岡崎の主です。本日は妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今回から妖怪プニクイズは動画の最後で行っていきたいと思います。正解発表はこの次の動画で発表したいと思いますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回なんとなんと運営さんからびっくり、運営さんから 9000Y ポイントプレゼント。 9000Y ポイントですよ皆さん。今までは 8000Y ポイントで20連はできなかったんですけれど、今回初めて 9000Y ポイント、初めてだと思いますがもらえます。これ皆さんにですから、ぜひもらって20連引いちゃいましょう。ただ待ってください、皆さん、今このタイミングで引くのはちょっと待ってください。なぜなら今はコマカーちゃんが出ているからです。コマカーちゃんの確率が終わった後、最後に来る確率アップ、コマミの確率アップまで残しておくのがいいと岡崎の主は思います。ですので少し待っていただいて、 Y ポイントを貯めて横取りをしちゃう。個人がいなくても横取りはできますので、ぜひ、前回投稿した動画を見て参考にして攻略してもらえればなと思っております。今回はこの Y ポイント、 9000Y ポイント、運営さんなんか変わっちゃったねっていうお話と、妖怪プニクイズが最後になりますというお知らせでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、それでは妖怪プニクイズやっていきましょう。今回は可愛らしいあの子があんな格好にっていう感じですかね。はい、ぜひ分かった方はコメントで教えてください。妖怪プニクイズの正解は次の動画で発表いたします。ぜひ次の動画も見ていただきたいので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。岡崎の主でした。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメントをよろしくお願いいたします。